今回は久しぶりに新企画を立ち上げようと思いますわ。技典には他のメガ典にあるものも含め多くの魔法、特技、アイテムが存在しますが、その中には経験者ですが使ったことがないものも数多いと思われます。それらの効果を検証していこうという実用性マックスな企画となりますわ。なおトライスとトラポートについては小ネタ集8ですでに解説済みです。栄えある第1回はガチャ系、裏系の仕様を確認していきますわ。技典はシリーズでも珍しく戦闘中にステータス画面を見られるので、とりあえず使ってみましょう。上昇値が倍率で決定される場合に備えて健康撃力を切りよく100に調整。協力を惜しまないって言いましたわよね。検証に付き合ってもらいますわよ。数が多いと邪魔なので間引きます。まず1タルシテストチェック。上昇値は剣、銃ともにプラス19。なんだか効果がしょぼいですわね。2タル目。今度は剣、銃ともにプラス16。剣も銃も同じだけ上昇するようです。今度は剣を外して健康撃力を下げてからバルカジャしてみましょう。上昇値はプラス19。そもそも数値が異なる剣と銃の攻撃力が同じ上昇値なので、プラス18。やっぱり初期値は上昇値に影響しなさそうですわね。まとめるとこのような感じです。もともとの攻撃力に左右されずにこの上昇量は、序盤はともかく雷神剣以上の剣が普及する中盤以降はちょっと不満ですわね。次はスクカジャ。剣命中の初期値はこちらも分かりやすく100にします。プラス19。スーファミ版神通のような悲惨なバグがなくて一安心ですわ。プラス25。これまでで最大の上昇値ですわ。まとめるとこのような感じです。これから先のものも含めてスクカジャは他のカジャよりわずかに上昇量が多い傾向にありました。次はラクカジャ。今回はついでに別の実験もするのでニュートンのチェック。ニュートンにマホロギをかけてカジャが貫通するのかを調べます。あ、ついでにマカラカーンも調べちゃいましょう。プラス17。上昇量は他のカジャと変わりませんわね。そして類類は名前が表示されませんでした。ニュートンにもちゃんとかかっています。これは追跡調査が必要ですわ。
上昇量は前回と同じくプラス17。今回も名前表示が飛ばされ、防御力も上昇していません。ニュートンの上昇量はプラス13。上昇値は個別に算出していますわね。上昇量はいつも通りですが、今回の実験でガチャの別の仕様が明らかになりました。これは次の実験でさらにはっきりします。カジャ系最後はマカカジャ。今回は部位類で見ていきますが、上昇量はプラス18。マカカジャは魔法命中、魔法威力、魔法回避、魔法防御と魔法関連の全ての数値に影響します。ルイル名前表示なし。そして上昇もなし。まとめるとこんな感じですが、今回の実験でそれ以上に重要なのは、技点のカジャは命中判定があり、ミスが発生するという点でしょう。他のカジャでもたまに外しますが、どうやら魔法命中、魔法回避の影響か、マカカジャを連打しているととにかく外すようになってきます。この仕様は本編パート42でやったエナドレ稼ぎに悪影響を与えますわ。次はだけ基本は変わらないので、ラクンラタク見ていきますわ。他のラ系の計測結果は、連動グローブ、ユカリンズハンマーに乗ると思います。加工値はマイナス14。カジャ系と比べると、微妙に効果が小さめかしら。2回目は加工値マイナス20。どうやら計算式はガチャ系と同じみたいですわね。ここから防御力を最低の1まで下げていきます。扱いになるキャラが増えているので、すでに1まで下がっている場合は、ミラ系はミス扱いになるようですわね。ついに全員防御力1。でも敵の攻撃がそんなに痛くない。ちょっとカワンちゃんにアヤト君を襲撃させてみましょう。6000ダメージですって。脱皮直後のザリガニかお前は。まとめるとこんな感じです。上昇と下降の違いはあれど、カジャ系と同じような数値の推移ですわね。ここで気になるのは、命中判定があるなら威力計算には魔法威力を使っているのか、これでしょう。一撃で敵の防御力を1にするバキュームラクンだとか夢があります。早速検証してみましょう。比較対象として新宿地下街でボギーを捕まえてきました。カーマは西欧の槍と宝石で魔法攻撃力85、ルイルイを軽く上回ります。一方のボギーは魔法攻撃力7、虫けらのような数値です。
お掃除します。カワンちゃんに使わせなくていいから。ちなみにマイナス15。1回目はマイナス17。カワンチャとあまり変わらない時点でもう結果は見えましたわね。カーマ2回目はマイナス20。ゴキ1回目はマイナス18。ゴキ2回目はマイナス13。魔法攻撃力の影響はないと判断していいと思います。続いてカジャが切れるタイミングを確認しましょう。まずガミジンをマカカジャで強化します。まだマカカジャは効いていますわね。今度は最小間、なんと無駄効果が続いています。逆に戦闘終了した場合はコンプ内でも効果が切れます。ちなみにミラ系も同じ結果でしたわ。さて完走した感想ですが、以前からたまにカジャで全員の名前が表示されないのは気になっていましたが、補助魔法をミスるなんてワイファン3の白魔導士かしら。ポジティブな面に焦点を当てると結界を貫通して効果が出るのは序盤にアヤトくんのマホロギとテツヤのタルカジャの連携が可能ということで、タンタリオン2やバエルといった4強討伐に役立つかもしれません。上昇下降値がほぼ一定という仕様からは、終盤ではインフレする剣攻撃力より防御力を下げた方がダメージの通りが良くなることが予想できますわ。格納最小間でも効果が切れない仕様はエナドレ稼ぎの効率化に使えそうですわね。注意点としては命中判定がある以上、他作品のように適当な仲間ではなく、魔法向けのパラメータでカジャ・無駄使いの仲間を選別するという工程もミスを減らすためには必要かもしれませんわ。いかがでしたか？今回の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。